えどうも、こんにちは、えー。今日はですね、えー、ちょっと優位性について話をしようかなというふうに思ってます。で、なんで優位性のことをちょっと話そうかなと思ったかっていうと、結構その、優位性っていうのはいまいちよくわかりませんというようなですね、メールを結構よくいただ,いただくっていうのと、であとやっぱりあのテクニカルに何かあの秘密が あるみたいなですね、思っている方が結構、まだ、まだまだ、まあ、まだまだというか、あの、まあ、いつの時代でもいると思うんですけど、えー、まあ、そういう質問がですね、たまに飛んできたりするんで、そのことについてちょっと話をしたいなっていうふうに思ってます。で、結論から言うとですね、まあ、基本的にそのテクニカル、うー自体には、あの、その優位性っていうのは別にないわけですよね。 あ,のあれ、ただの、なんていうんですかね、タイミングを測るための、えー、道具であって、あれで、その、勝てるポイントが、まあ、わかるわけではないと。で、まあ、ただ、テクニカルってもちろん、あの、必要なんですよ。で、僕が持ってる、その、必要な要素って、トレードで、しっかりと、えー、勝ち続けるために必要な要素って、 二つあって、それがそのマクロとミクロっていう考え方なんですね。で、マクロっていうのは基本的にはその相場の、えー、方向性とか、まあ環境認識のことですね。で、えー、今どういう環境にあるのか、どこに、えー、チャンスがあるのかっていう対局的な部分を、えー、拾える、えー、スキル。それがまあマクロのスキルで。で、ミクロっていうのは、えー、タイミングを測る、えー、スキルです。タイミングをしっかり測って、 えー、なるべくいいところでエントリーをすると。引き付けてエントリーをするっていうことですね。この二つが揃ってないと、どっちかだけでは基本的には、あの、無理です。勝ち続けるっていうのは。で、ほ、ほとんどの人は、あの、どっちかっていうと、そのミクロの方に、あの、寄っちゃってるんですよね。で、まあ、それはしょうがないんですけど、っていうのも、その、テクニカル系の本とか、 そういうテクニカルのことを解説してるブログってのがいっぱいあるんで、でそういうところを入り口に入ると、やっぱどうしてもそこからになっちゃうんですね。で、それは全然いいんですけど、え、どうしてもそれだけじゃ勝てないっていうのに多分気づいてくるんですね。で、そこから、まあどう、まあ修正をかけていくかっていうところはポイントだったりして、で、今度はその環境認識っていうものを取り入れてみると。で、そうすると結構トレードが安定してくる人がやっぱ多いんですよ。で、その二つの要素がある種、まあバランスよく、 えー、配合されてると、まあ基本的には、プラスに回るトレードができるっていうところで、まあその辺は、そんな難しい話ではないんですけど、やっぱり、おっと。えー、やっぱりどうしてもですね、その、そもそもその優位性がどこにあるのかっていうのがわからんという、 えー、メールをよくもらうんで、そこをまあ解説したいな。で、テクニカルっていうのは、あの結構もう世にいっぱい出てるんで、そのチャートパターンとか、で、うーん、ボリンジャーの使い方云うんぬんとか、それはもうありふれてるというかもうなんか、ど、どこ探してもあるんで、別にそれを今更解説してもなんか、 別に意味がないと思ってて、そこに別に勝つその、肝も別にないわけですよね。で、どっちかというとって言ったら、まずはマクロ、その相場の方向性で優位性、環境認識、そこが、えー、できて初めて、えー、ミクロの部分、テクニカルっていうのは生きるっていうことです。で、やっぱりテクニカルにどうしても寄っちゃってると、そのテクニカルなサインだけでやっぱ売買しようとするわけですね。 で、うまくいくときももちろんあります。それは確率論ですから、当然ですけど。その、テクニカル的な場面を狙っていけば、うまくいくときも当然あります。で、ただ、同時にうまくいかないときもあります。で、それはもう五分五分の世界になってくるわけですね。テクニカルだけでやってると。で、なんか、勝って負けて、勝って負けて、なんか、増えないし、減らないし、みたいな。そこに、プラスアルファの要素を加えるとしたら、それはマクロ的な要素になってきます。 で、これはトレードに限った話じゃなくて、何でも基本的にそうなんですね。そのマクロ感と対極感とあとはミクロの両方が、えー、え基本的に揃ってないと、その両輪なんで、それは。両輪がないと結局走らないわけですよね。カタリンだけでは。まあだから、あの、全然、まあ、難しい話では本当にないっていうことですね。でですね、まあ、 どこに優位性があるかと、まあ、いよいよそういう話入っていきたいと思うんですけども、あのーまあ、これ今表示させているのがです、ね、ユーロドルのです、ね、4時間足なんですね。で、これパッと見て、僕はレンジに見えるわけです。で、まず上限が、えー、っと、ここ、まあ、ここはちょっと若干飛び抜けてますけど、でもすぐに内側に引けてますよね。 で、えー、まあ若干ヘッドショルダー的な形状になって、で、こっちは、ここで、えー、止められていると。まあここが一つ、安値になってきてるんで、で、まあ4時間視でこういうレンジを形成しているっていうことが分かるわけですね。で、これ、冷やしとか見ても、さあ、これは強いですか弱いですかってきに、 えー、このユーロドルだけで、まあ見ると、うん、まあ、微妙だよねっていうような考えになってくるわけですね。で、これを為替だけでやっぱ判断していくっていうのは難しいんで、僕は、あの、他の通貨ペアとか、ドル円とか、ドル円っていうのは今、あの、ドルが、まあ非常に強くなってると。まあ、ドルが強くなってるっていうか、円売りの、えー、勢いがすごい増してるわけですね、今。で、それはやっぱり、 あの、インフレの期待感と、で、まあ、あとは、その、まあ、いろ、まあ、いろいろな要因があるんですけども、その、円安の方向に、ええー、まあ、触れてるっていうのは、基本的にその、インフレ方向に、ええー、行くと、まあ、日本のその、実質金利っていうものが下がるわけですね。だから、当然ながら、金利が、金利っていうのは、その、お金を吸い寄せる磁石みたいな役割を持ってるんで、 デフレ環境において実質金利が高い円っていうのは必然的に円が集まるようになってるわけです。で、それがインフレになるんじゃないかと。またそのインフレターゲットを2%という目標を掲げて、掲げてるわけですよね、その政府が。そしたら、えー、必然的にまああのー、インフレを目指すわけですから、えー、いわゆる名目金利じゃなくて、その、普段その銀行何とか、えー そういう預金の金利とかそういうもんじゃなくて実質金利ですね。その物価の、あのー、変動率を加味した、えー、実質金利っていうものを考えたときに、デフレ環境下においては米ドルよりもドル円の方が金利が高いわけです。実は。あの、表向きはドルの方が高いんですけど、物価をい、あ、物価を考慮すると、あのー、金利ってのは円の方が高いんですよ。デフレだから。 ま、その計算式調べてみていただければわかるんですけど、これはま、GDP とかもその名目 GDP と実質 GDP っていうのがあって、あの、物価を加味するかしないかによって数字がやっぱ変わってくるわけですね。で、それは金利もそういう要素があるっていうのはま、覚えておいていただければいいかなと思うんですけども。で、それでインフレになるよと。で、インフレになったら実質金利下がるから、今のうちにもう円を手放していこうっていう流れがやっぱり今加速しているわけですよね。で、それはある種、え、日本、 政府日本政府っていうか、まあ、がある種、こう、狙ってるところではあるわけですね。その、やっぱ国際競争力っていうのを強めたいわけですよ。その、単純に、円高だと、まあ、輸出とかも、えー、不利になってくるし、で、どうしてもこれから、外需、いわゆるその、日本国内の内需、えー、国内の消費、 っていうのが滞ってくるわけですよね。人口減少とかで。で、そうなった時にやっぱ外に頼るときに、円高だと戦いないんですよ。すごい不利なわけです。だから円安にやっぱ行きたいわけですよ。日本としては。まあそういういろんな要素があって、今、あの、ドル円っていうのは特にその非常に活発に動いてますけど、ユーロ、ユーロドルに関しては今すごいなんか微妙な展開ですよね。で、えー、まああのドイツとかの株価指数見てもらいたいんですけど、あのー、 ダックス指数というのがあるんで、で、めちゃくちゃ強いですね。で、8000ポイントをつけてるんですけど、これはもうかなり、あのー、高い水準。久々に、本当に久々につけた値段なんです。8000ポイントを超えたっていうのは。で、欧州全体で見たら今すごい不安定ですけど、ドイツとかを見たときに、それだけ強いわけですよね。で、もうユーロドルをこうやって見たときになんか微妙なわけですよ。 相対的に、やっぱこのユーロドルっていう通貨は、まあ弱含みだっていうことが、あの、わかるわけですね。で、こういった、えっと、反転の後、底根からの、一回押して、再度ブレイクしようとしたけど、ここ抜けきれないわけですね。本来これ強かったら、もうここ突破していくはずなんですよ。でも突破せずに落ちてきてるっていうことは、まあ、あの、抜ける力がないわけで。で、今、レンジに移行しようとしてる場面ですよね。 冷やしでも。で、4時間でも、まあ、一応レンジを形成していってるっていうのはわかると。で、こういった時に、あの、僕はどこを狙うかっていうと、あの、レンジの上限とか、やっぱ加減までやっぱり、あの、引きつけてやっぱ狙っていくわけです。で、今回のユーロドルに関しては、ドル円がね、今すごい素直なんで、あの、100円超えてきてるんで、で、これはもうそのまま、あの、 乗っていけばいいわけです。だから全然難しくないんですよ。だからその押し目を拾うタイミングはテクニカル的な要素で拾っていけばいいわけです。環境がもう、あの、いいわけですから、相場環境が。だから、ちゃんとテクニカル的な要因でチャートパターンとか、その、あの、なんかボリンジャーとか移動変均なんでもいいんですけど、そういうので、えー、ちゃんと拾える形が出た時にエントリーしていけば、別にそんなに難しいものではないわけです。今のこのドル円は。だからユーロ、まあそれをやればいいんですけど、 あのー、まあ、一個だけだとちょっと少ないんで、まあ、僕はいろいろ三つぐらい見てるんですけど、まあ、四つぐらい。で、このユーロドルに関しては、まあ、これはこれで僕はやりやすいと思ってて、単純にレンジの上限が下限に来るまで、ま、引き付ける。どっちかっていうと今上限の方が僕はいいんですけど、上限からの売りを狙いたい。で、その、こういったポイント、で、直近だったらここですね。 えー、こういったところに、あの、優位性が存在するわけですよ。レジスタンスの上限で、ここからまた、えー、このレジスタンスに阻まれて落ちてくる、えー、可能性が高いわけじゃないですか。ここ突破するよりも。だってここ2回止められてるわけですから。で、しかも横ばいに入ってきてるし、っていうところで、 で、ユーロ圏のことも考えれば、ここを急激に突破してくるって考えにくいですよね。ないとは言えないです、もちろん。ただ、考えにくいっていうことが、現時点ではそれが最も信憑性高いですよね。だから、ここからの、その下落を、売りを狙っていきたいというシナリオが立てられるわけですよ。ここまで来たら、そういう戦略で攻めると。いうことが決められるわけですよね。で、そこで、値段がここまで来たときに、 初めてテクニカル的な要因が、を見つけていくわけです。だからその、テクニカルの前提として、まずはその優位性のあるポイントっていうのが絞り込めてないと、テクニカルは意味がないということですね。で、優位性っていうのはそういった、えー、こういったレジスタンスの上限とか下限とかっていう場面っていうことになってくるわけですね。でですね。で、テクニカルっていうのは、こういった局面に来たとき、優位性がある局面に来たときに、 タイミングを測るための道具にしか過ぎないっていうことです。で、ただ、そうは言っても、じゃあ安易に考えればいいのかっていうと、そうではもちろんないです。あのー、やはり、テクニカルっていうのはタイミングを測る上ではすごい重要ですから。で、タイミング間違うと方向性あってても、やっぱ損切りになっちゃうわけですよね。振り落とされたりとかするわけですよ。 で、方向が合ってるのに損切るっていう、やっぱ悲しいことになって、その、結局なんか勝てないみたいなことに、やっぱなっちゃうわけですね。それを防ぐには、ちゃんとタイミングを測らなきゃいけない。そこで初めてテクニカルが役立つわけですね。で、まあ、例えば、まあ、これはね、日本時間の夜中なんでちょっと狙えないですけど、これ、上の黄色い線が、あの、4時間のレンジのレジスタンス上限ですね。で、そこまで来たときに、 えー、タイミングを測るという意味では、しっかりと、ここから一回落ちて、えー、まあ、なんだろうな。一回まあ、クッと上がるわけですね。これ5分足ですけど、ね、今見てるのは。そこから再度切り返して、下に落ちていく。この波形を、こういったテクニカル的な、まあ、ダウの理論とか、からの、 ここからの売りを狙っていくっていうのがタイミングを測るっていうことです。でもその前提としてここは落ちやすいというそもそもの優位性がないと、えー、テクニカル要因だけ見てもそれはあんまり根拠にはならんっていうことですね。そこをしっかりマクロとミクロっていう両方の要素をしっかりと、あのー、考えないといけないっていうことです。 でえー、当然ここも、あのー、非常に狙える場面ですよね。ここは、えー、ニューヨークの引けからアジア、日本時間の非常にボラが低いところで、ここからまた、えー、欧州に入ってボラが上がるとで、再度上昇していくんだけど、えー、直近のこっちの高値までは届かずに落ちてきて ここまではまだ分からないです。で、ここの安値を切ったっていうのが重要ですね。ここで切ったと。で、切り返して、で、ここはまだちょっと難しいですね。タイミングを測るのが。で、ようやくこの辺で、えー、売りやすいポイントが出てくるわけですね。こういった場面で、えー、テクニカル、えー、インディケーターを使ったエントリーのパターンとか、そのチャートパターンとかっていうのを探して、 取っていくわけですだこの2つができれば、あのー、基本的にはあのそんなボコ,ボコボコボコ負けるようなことっていうのはあの減ってくるはずなんですね。でプラス無駄なトレードっていうのも減るはずなんです。でそういったしっかりとその頭の中で役割分担が明確化されてれば あのー、何て言うんですかね、冷静に考える余地もあるし、何を自分がやってるかっていうのは分かるんですね。そういう意味で、えー、そのマクロとミクロ、両方の要素っていうのを、あのー、しっかりと、まあ、習得していっていただきたいなというふうに思ってます。で、まあ、僕が今回狙ったのはですね、えっと、おや。 昨日のニューヨークですね、夜10時過ぎだったかなと思うんですけど、多分えー、っと、どこで売ったんだっけな。この辺で売ってるんですよねこの。この辺かな。この辺でちょっと売ってるわけです。まあ 細かい話したらいっぱいあるんですけど、まあ、基本的にやっぱり上に行けないっていうのがもう、この辺でもう分かるんですよね。だかしかもここで上に行けない、さらにここの、ま、安値を下に切ってきてるわけじゃないですか。だから弱い。だから戻しを売りたいわけですよ、ここは。そういった優位性があるわけです。下に行く。このレジスタンスが効いてるという前提があるんで、そこで初めてテクニカル的な要素を探すっていう順番なんです。 僕はもう、そういうこと、それを毎回やってるっていうだけです。で、まあ、えー、この下落を取りに行くと。で、当然まあターゲットっていうのは、あの、もうちょっと長い足で、えー、止められてるポイント、そういったところをしっかり目星をつけてそこまでなるべく引っ張っていくってことですね。それだけなんですよ、本当に。まあ今、ここで揉んでますけど。で、ここからまた反転上昇していくのか。 どうかっていう局面ですよね。今、レンジの加減ですから。か、抜けるかどうかです。ここを。どっちかですよね。だから、ここも別に難しい。そんな難しくないかなと思ってるんですね。ただ、難しいのは、むしろこういう真ん中のところですよ。えっと、こういった局面。 こういった局面とかで変にやると負けるわけです。ボコ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 。わからないから。ただこのレンジの真ん中ですから、どっちにでも行く可能性を含んでるんで、これは難しいわけですよね。だから、引きつけるっていうことがめちゃくちゃ重要なんです。こういったレンジ上限、下限まで、しっかり引きつけたところからの、えー、エントリーっていうのをやっていくっていうことが非常に まあ、重要なんですね。で、仮に、こういうところで入っちゃうと。いやレンジ一回上つけて落ちてるし、で、まあ、加減までは行くよね、みたいな感じで、この辺で売っちゃったりするわけじゃないですか。そしたら、こういってまた上に行って、切らされるわけですよ。で、また落ちてきて、結局方向性は最終的には合ってたのにっていうところになっちゃうんですね。だから、引きつけるっていうのが、もう、タイミングを測る上では、えー、僕は何よりも重要だと思ってます。 で、それはしっかりできれば、あのー、そんな含み損を抱えるってことは、あのー、まあ、全くゼロにはもちろんないんですけど、減りますんで。それはできてるかどうかっていうのを、あの、見返していただきたいんですね。で、稼ぐ稼がないとか、その、あとでいいんです、そういうのは。とりあえず、そういう、うん、一見、なんか、 ちっちゃなことに思えるような要素をしっかりとできてるかどうかっていうのをチェックしていくっていうのを最優先でそれができればプラスに勝手に回っていくんでだから最初からそのプラスを出すっていうところにフォーカスしちゃうとこういうところはザルっちゃうわけですよねそれではその上達しないんですあのずっと同じところぐるぐる回っちゃうんでぜひそこをですね一回確認して え、もしできてないようだったら意識してそこにフォーカスを当てるんです。それができ、ちゃんとできたかどうかっていうのを日々のチェックポイントとして置くんですね。で、その結果利益が出たら別にいいじゃないですか。それはそれで。で、負けてたら、負けてたで、あのー、まあ、それもそれでいいわけですよ。その結果負けてるわけですから。別に、あのー、まあ、当然ね、その10回って10回負けてたらなんかおかしいわけですから。だからそこは優先、 あの、順位っていうのは低くなってくるわけです。その、結果的に勝ったか負けたかっていう。それよりも、その優位順位が高いっていうのは、こういった引き付けてるっていうことができてるかどうか。優位性のそもそもの、その、絞り込みが、テクニカル的な部分を探す前にできてるかどうか。ここなんですよ。それはもう上達もっともっと早くなるんで、それ意識できれば。えー、ということでですね、まあその辺を、あのー、しっかりと、 チェックしてください。で、今、あの、ボラがすごい高いんで、あのー、まあ、ユーロドルはちょっと微妙ですけど、ポンドドルとか、もボラ高いですし、動いてますし、ドル円なんかも今動いてるんで、あの、相場としてはすごい良いんです。だから、練習するには持ってこいなんで、どんどん、やっていったらいいかなっていうふうに思ってます。えー、ということで、ま、優位性の解説と、まあ、あとは、マクロとミクロですね。その両方の両輪がないと、 うまくいかないんですよっていう話で、えー、その辺チェックしていただければなというふうに、えー、思って、まあ、おりますと。ということで、えー、頑張っていきましょう。っていうことですね。えー、じゃあ、えー、動画は以上です。